金子直吉昭和19年2月27日は日本の実業家。鉄地暴行から見起こし、鈴木商店の大番頭として、大正時代には三井財閥、住友財閥、三菱財閥をしのぐ規模の企業グループに拡大させ、財界のナポレオンとも言われた。慶応2年、土佐半領内で昭家の子として生まれる。一家は直吉の幼少期に、 現在の高知市に移り住む。家が貧しいため学校にも行けず、10歳頃から高知市内にデッジ奉公に出る。荷車を引いて紙くずを集めたり砂糖店や看物や、七屋へのデッジ奉公へ出た。独学で経済や中国古典などを学び、明治19年20歳で神戸の砂糖問屋鈴木商店に入る。 鈴木商店はすでに神戸八大貿易商の一つに数えられるようになっていた。明治27年に当主の鈴木岩次郎が死去すると未亡人の鈴木米ネが直吉と柳田藤松の両番頭に委任し事業を継続する。その直後、直吉は商郎の取引で損失を出すが米はそのままの体制で経営を続ける。明治十二年、直吉は 当時の台湾総督府民政長官、後藤新平と交渉し、専売制を目論んでいた後藤と通じ台湾、小農油の販売権のうち65%を獲得。虫除けの必需品で欧米にも輸出し大きな利益を上げた。明治35年に鈴木商店が鈴木合名に改祖された時には、社員に加えられた。明治36年に住友小農製造所を買収。 福岡県に大佐と政党所を設立した。明治38年、神戸成功所の前身の小林成功所を買収。大正4年には、米沢の織物工場を買収し、人造検視の事業を始める。大正3年、第一次世界大戦が始まると世界中で、陶器的な買い付けを行う。直吉は、同年11月に当時ロンドン支店長の高畑、正一に宛て、 by any steel, any quantity, at any price と電報を打ったという。ものすごい勢いの買い付けに当時世間は金子の正気を疑ったという。国内は鉄不足であったがアメリカ向けに完成した船と引き換えに鉄で支払いを受けるとの交渉をまとめ大きな利益を得た。この利益で多くの企業を系列参加に収め工場を増やし海外にも支店網を広げて 鈴木商店を一大コンセルに築き上げた。これらの事業拡大の資金を提供していたのは台湾銀行であった。貿易を日本人の手にという情熱が初期の直吉の原動力となっていたが、後にその情熱は日本国内の三井、三菱という規制財閥に向かう。大正6年11月に高畑に宛て書いた手紙では、 戦乱の変遷を利用し大儲けをなし三井三菱を圧倒するか、叱らざるも彼らと並んで天下を三分するか、是鈴木商店全員の理想とするところなり、商生、是がため生命を5年や10年縮小するもさらに糸う、ところに日図と記している。大正の7年7月23日から始まった、米騒動の際は、米を買い占めているというデマが原因で、 鈴木商店の焼き打ちに発展する。この時、直吉の首に10万円の賞金がかけられたと言われている。この際に直吉は外国産米を輸入しようと奔走しており、濡れ絹であったが一切の弁明を行わなかった。しかし、この態度が一層の誤解を生む原因ともなった。第一次世界大戦後の反動で株価、工業製品価格、 船舶運賃が軒並み下落、ワシントン軍宿会議の影響で日本海軍の艦船の建造が中止された影響も受けた。株式を上場せずに銀行からの借り入れのみで運転資金を賄っていた鈴木商店は大きな打撃を受ける。鈴木商店の資本金1億3000万円に対し借入金が10億円を超えていた。 大正12年9月1日、関東大震災が発生すると政府は、震災手形割引損失保障令を交付。これは、震災前に銀行が割引いた手形のうち、決済不能になった損失を日本銀行が補填するというものであった。この制度成立には、直吉から政治家への働きかけがあったと言われている。鈴木商店と台湾銀行はこの制度を利用し、 損失の穴埋めを行う。政府も、黙認の態度をとっていた。昭和2年3月、金融強行が起こると、コール市場に資本を頼っていた台湾銀行は、最大の貸し手である、三井銀行の資本引上げにより追い詰められ、鈴木商店への新規融資を打ち切りを通告。三井物産や三菱商事のように、系列銀行を持たなかったため資金調達が不能となり4月5日、 鈴木商店は事業停止、生産に追い込まれた。高畑誠一らは鈴木商店の商社部門を引き継ぎ、日本商業として再出発したが、直吉は高畑らとは別にしかである鈴木家の再興を図って、昭和6年に太陽相談の取締役に就任。後に太陽産業と名称を変えて、一時は神戸製鋼所などの20社以上を系列に持った。 台湾銀行の担保に取られていた低人株を買い戻したが、これに関連した汚職の疑惑が持ち上がった。晩年まで北海道や南洋での開発事業を進めようとしていた。直吉自身は資材を蓄えることはなく、鈴木商店前聖時も借屋住まいであり、常に数人の所生に学費を援助し、亡くなった時にはわずかな現金しか残っていなかったという。直吉は、 鈴木商店は、ある収支の本山である。自分は、そこの大王賞で、関係会社は松字であると考えてやってきた。鈴木の収支を広めるために金を積む必要はあるが、自分の懐を肥やすのは盗っ人だ。死んだ後に金を残した王賞は食わせ者だと言ったという。神戸大学大学院経営学研究科教授の籠谷屋多段は、直吉について、いか概略のように表している。 鈴木商店が経営難に陥った時役員の間から赤字の工場を閉鎖すべきだという声が出たが工場閉鎖した場合社員を大量解雇しなければならなかったので直吉は社員は家族であるとして工場閉鎖に断固反対した鈴木商店が株式会社化などの組織の近代化になかなか至らなかった要因として金子自身が 株主の意向に左右されやすい株式会社という会社形態を嫌っていたという点が指摘される。これは株式会社化論争で社内に派閥が生まれる原因となった。会社が巨大企業になっても自らが一人で取り仕切ろうとする癖があり、結果として金子が組織全体の様子を把握しきれない状況が生まれ、その例として視点が会社に黙って余分に投機して、 資産を隠れて留保するなどの一人歩きが見られた。福沢桃介は、首脳者金子は、我が財界に、オル・ナポレオンにすべき英雄だと評した2014年4月9日に、読売テレビ制作、玉岡薫の原作で、お家さんというドラマが放送された。明治、大正、昭和と激動の時代を駆け抜けた女の物語、日本一の勝者を作った女主人と、 彼女の夢を叶えるため生涯を捧げた、大万刀の奇跡に涙するというコピーで米を、天海ゆう奉公人、金子直吉を、小栗旬が演じた。ABC 加護の忠男著、日本の起業家、金子直吉出展、1999年9月12日日本経済新聞。ありがとうございます。